スタジオレインお,お疲れさまその感じだと今日もめちゃくちゃハードな感じだったみたいだねわかるんだってそりゃあ今の君の顔を見れば誰だって君が疲れてるって分かると思うよ はいこれ手鏡。これで自分の顔をよーく観察してみなよいつもの自分だってうわこれはだいぶ重症だね君表情がどうとかいうレベル超えて顔全体が疲れたよって言ってるよ 私が君の上司だったら迷わず有給休暇を取らせてるレベルだよほんとそういうとこは昔っから変わってないね忙しいのはわかるけどさそういう時こそ一度ちゃんとお休みする時間を作らなきゃそうしなきゃパフォーマンスもどんどん落ちてっちゃうしそのうちパタッと倒れちゃう私 私か。私はいつも通り、適度に頑張って適度にサボってたよ。君の方と違って、こっちはそこまで忙しくないからね。おかげでのんびりまったり、気楽にやれてるよ。おっきな仕事も終わって、繁忙期も過ぎて、仕事中に読書してても問題ないくらい。 羨ましいそれはどうももし転職したくなったらいつでも私に言ってよね相談に乗ってあげるし人事にもいい感じにしてもらえるよう掛け合ってあげるからで、あれなんか今露骨に話題をそらされた気がする <laughs> まあいいか別に今は仕事の最中じゃないんだし そういう真面目なな話はなしだよね。そういえばさ冷蔵庫の中に私の知らないすっごい高級そうなプリンがあったんだけどあれって君のふん差し入れでもらったんだちなみになんだけどどうして食べずに家に持ってきてるの食べる時間がないって。 って、マジでか。あんなに美味しそうなのに。え、私が食べちゃっていいのそのつもりで入れておいたって。まあ、くれるって言うなら遠慮なくもらうけど、その代わり、後で自分も食べたかったとか文句は言わないでよね。 はあ、ごちそうさまこのプリンめっちゃ美味しかったよ多分だけど今まで食べた中で一番それくらいただでこんな美味しいものを食べさせてくれるなんてやっぱ持つべきは素晴らしい幼なじみだよねそれじゃあ君からの貢ぎ物を堪能したところでちょっと質問 君、最近ちゃんと息抜きしてるさすがの君だって、小休止とかもなしに仕事にのめり込んでるわけじゃないでしょねえねえ、なんかないの本読んだり、ゲームしたり、他には動画を見たりとか。とにかく、何かしらリラックスできるようなことはしてるの そっか。よかった。さすがの君でも、それくらいはしてるんだ。ちなみにさ、どんなことしてるの私すっごい気になってきちゃった。ええー、教えてくれないのいいじゃん、教えてくれたって。どうせお互いの好みなんて、ずっと前から知ってることなんだし。 ダダメメ本当にダメどうしても <laughs> 教えてくれる気になったそれじゃあ君が何をしてるのか私に教えてうんうん疲れた時とかに ASMR 系の動画をね ASMR っていうと <laughs> ああ音が立体的に聞こえるやつだっけどれどれちょっと調べてみますかうんうん耳かきにマッサージへえいろいろあるんだねそうだ プリンのお礼に、今から動画のこれ。耳のお掃除とかマッサージ、私がしてあげよっか。君、そういうのしてもらえるような相手とかあんまり、というか、私以外にいないでしょ。だからさ、日々いろんなことに振り回されてる君を癒すために、私が一肌脱いであげるってわけ。 <laughs> 期待してくれていいんだよ手先は器用だから <laughs> 大丈夫後で何かしらおごってくれとかそういうことは言い出さないからさ <laughs> よしそれじゃあ道具取ってくるからちょっと待っててね <laughs> はいお待たせ それじゃあ、まずはお耳のマッサージから始めていくねえっと私が見た動画だと両耳を一度にやってたからまずはそれを試してみるね、うん、こうやって耳を優しくなでて。 なで、なで。なで、なで。どうかな私、ちゃんとできてるもし耳が痛かったり、あとは変な感じがしたら、ちゃんと教えてね。君にリラックスしてもらうのが目的なんだから。 な思いはさせたくないのだから変なところがあったら遠慮せずに言ってね <laughs> その顔よかった私 君のことをちゃんと気持ちよくさせてあげられてるんだねそれならはい次はこれこのタオルを使って君の耳をゴシゴシしてあげるさっきスマホを見てたらねこういうのも気持ちがいいって書いてあった。 嫌ならやめておくけどどうするほら耳に何かが当たるのは嫌って人もいるでしょだから一応確認だけはしておこうかなって。わ <laughs> かった。それじゃまずは右側から始めてくね。 ゴシゴシゴシや優しく優しく <laughs> ん <laughs> 少しくすぐったかったかな。 はい。右側の耳はおしまい。次は左側、やってくよ。なんとなくだけど、右耳を拭いてる時にコツがつかめた気がするの。だからね、左側はさっきよりも絶対にいい感じにしてあげる。それじゃ、始めるね。 ゆっくり丁寧にゴシ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 はいこっちもおしまいどう 気持ちよかった <laughs> そっかそれじゃあ次はんどうかしたのああタオルの匂いが気になるんだこれね君が使ってた柔軟剤と同じやつほら この前君の部屋に泊めてもらったでしょその時に借りたタオルがすっごいいい匂いだったから私も同じのを買ってみたんだけどそれがどうかしたの何でもないって何それ逆に気になってくるんだけどもしかしてなんか変なこと考えてたりする ま、君の考えそうなこととか余裕で分かっちゃうし、教えてもらわなくても平気だよ。さてっと。それじゃあ次はこれ。耳かき。耳の外側はきれいになったから、今度はこれで耳の中をきれいにしてあげる。私の膝、使っていいよ。 ローンってして耳の中が見やすいようにしてうんありがとうそれじゃあまずはこっち右側の耳から始めるねどうかな 私、ちゃんと、できてる誰かの耳を掃除するとか、すっごい久しぶりだから、正直、うまくできてる自信ないんだけど。 本当 <laughs> よかったそれじゃあこのまま続けてくね。 よしそれじゃあ仕上げの梵天を。 右側は終わったよそれじゃあ次は左耳あごめんちょっとだけそのまま動かないであごめん驚かせちゃったかな耳の周りに細かい汚れが残ってたから こうすればまとめてきれいにできるかなーって思ったんだけどあそっかこういうのもいいんだそれなら反対側も同じようにフーってしてあげるはいそれじゃあこっちも始めるね。 どどれどれ、こっちの耳は…?これくらいなら結構早めに終わっちゃうかな。なんかこうしてるとさ。私… あーうんやっぱり何でもない自分で言おうとしといてあれだけどなんかすごい鳥肌立ってきたえ知りたいの別に 大したこととかじゃないからっていうかすっごいどうでもいいことだから気にしないでそれでも知りたいってへえは、ー、あ <laughs> 分かった話す話すけど絶対に笑わないでよねなんかねこうやって私の膝でくつろいでる君を見てたらね君と 君と結婚するのも悪くないなーってそう思ったの今まではさ君以外の人とくっついてる自分なんて想像できないって感じだったのでも今はどうせ結婚するならこの人がいいなー程度には思でちょっともう笑うなって言ったじゃん これ以上笑ったらマジで鼓膜破るよ自分はまだまだその程度なんだなって <laughs> まあねまだそんな気がするって程度で本当に結婚したいってわけでもないから <laughs> まあでも私が結婚したくなった時のために いつでもオッケー出せるようにはしといてねそれじゃあささっと続きやっちゃうよ。 よし、それじゃあこっちも仕上げの梵天をと。 はい。これで耳かきはおしまいうんどうかしたなんか物足りなさそうな顔してるけど <laughs> 大丈夫忘れてないよそれじゃあ。 これで本当におしまいどうかなリラックスできたかな <laughs> それはどうもそれにしてもさ君って本当信じられないくらいの頑張り屋さんだよね 昔から周りのためにあれこれ頑張って一人でいろんなものいっぱい抱え込んでちょっと心配になってきちゃうくらいいろんなことに一生懸命になってるそれがダメってわけじゃないけどさ別に少しくらい肩の力を抜いてもいいんだよ妥協できるところは妥協したり たまには自分以外の誰かを頼ってみるとか、そういうのも全然ありだと思うよ。まあでも、明日からそれをすぐに実行っていうのはさすがに大変だよね。だからね、その、私でよければだけど、 今日みたいに、君がリラックスするための手伝いならいつでもしてあげる。私が相手なら、君もあれこれ遠慮したりしないで気楽に話せるでしょそれにさ、君は私にとって大事な友達なの。そんな人が目の前で無理し続けて、破局にぶっ倒れたとか。 そういうの、私は見たくないから。だからね。私のためにも、もっと自分のことを大事にしてあげて。うん。約束。絶対に破っちゃダメだからね。ん <laughs>、あれ。もしかして君、 眠くなってきたそれならさ、私のこととかは気にせずにゆっくり寝ちゃいなよ。今日もお仕事大変だったんだろうし、休めそうな時はしっかり休まなきゃ。もしよければ私のベッド貸すけど。大丈夫 <laughs> そっか。それなら今日は、 私もここで一緒に寝る。いいでしょふふ、<laughs> ありがとうね。それじゃあ、おやすみなさい。今日も一日、本当にお疲れ様。 最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうかよろしければチャンネル登録、コメント、高評価をしていただければ嬉しいです。それではまた次回のスタジオレインの動画でお会いしましょう。